の手料理食べたいのは山々なんだけど、もう時間ないから、うん、あ、ごめんなさい、明日から目覚まし時計10個セットして起きるまで頑張って、ごめんなさい、朝までゲームしちゃったからね、ごめんなさい、じゃあ行ってくるわ、行ってらっしゃい、待って待って、忘れ物はない、ハンカチ持った、持った持った、お財布は持った持った、定期券持った持った、うん、大丈夫大丈夫、じゃあ行ってきます、あー、ごめんなさい、カバンカバン、慌てるとね、忘れるからね、よし、これで大丈夫、それじゃ行ってきます、あれ、ん、何か忘れ物ですか、今日が日曜日だってことを忘れてた、サギです、よろしくお願いします、よろしくお願いします、はいはい、そんなことで6月に入りまして、はい、うんうん、まあ、ドラマ始まりました、パワーアップしたからですね、なんかパワーアップしてから、はい、どうなんでしょうかね、あの皆さんはどう、うん、方から の感想とか、うん、あとはい、ここをもっとこうしてほしいとかですね、うん、そうですね、あなたのシナリオもお待ちしておりますので、いいですねそれは、はいはい、こんなのやってみたいな、うんうん、はい、なんか昔の、うん、なんだろう、奥様は魔女とか、なんかそういうアメリカンホームコメディってすごい好きだったんで、うんうん、なんか見てて、なんかああいうタッチにならないかなとは思いつつ頑張ってるんですけど、なかなか難しいですよね、あ、うん、はいはい、うん、まあ、そんな感じで、はいはい、今日も行ってみましょう、はい、ダダダなアニメの主人公がさくらとトランプ対決、はい、今回のゲストさん、はい、プロフィールはこちらになっております、はいはい、じゃあ誕生日が11月6日 B 型、はい、サソリ座 B 型ですね、趣味がカラオケ、パソコン、グッズ集め、もうカッコは何でしょう、ちっちゃいカッコはたくさん趣味をお持ちだという方ですね、うん、そして特技、うん、どこでも眠くなる、いいですね、私も一緒かもしれないです、ね、うん、好きなアニメ、リボンの騎士、はい、そして好きなアニメソングが、うん、新しいとこから来ましたね、爆走宣言大ガンダ、そしての、はい、そして下の仕事歴でも爆走宣言大ガンダアキラ役ということはあの方ですね、じゃーん、じゃーん、今回のゲストは滝本藤子さんです、いらっしゃいませ、はじめまして、よろしくお願いします、よろしくお願いします、いやー、はい、ということで、うん、なんかいつもお声はあのいろんなものを通じて、あ、そうですか、はい、さくらちゃんは、私は今日初めまして、じゃあみんな初めましてちょうど、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、はいはい、でずらーっとちょっと、はい、なんか趣味カラオケとかグッズ集めとか、ね、パソコンゲームと、うん、なってるんですけど、どれが一番お好きですか、カラオケ、あ、ちょっと歌われるんですか、どれくらい歌われるんですか、うん、そうですね、朝までカラオケをする時も朝までずっと、朝までずっと、一人じゃないよ、いやそんな一人で行ったら寂しいじゃないですか、そしてパソコン、趣味の方に書いてありますが、はい、はい、あ、これは、うん、あのホームページのページをいろいろ作って楽しんでいるっていう、それだけもなんですけど、あ、でも実はちょっと昨日見に行きまして、ありがとうございます、すごいすごい、タッキーさん、でもなんか結構凝った作りしたホームページですよね、はい、自分で本当に、うん、あのいろんなところからちょっとちょこ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 ね、あのいただいてきて、で、あ、今回はちょっと白を使ってシックに決めようか使って決めてやったり、あと今回ちょっと可愛めにとかって猫の足ポン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 って入ってるやつを使ったりとか、今はあの剣、中世の剣をイメージしてこうなんか作ってあるものを使って、うん、ちょっとかっこいい、ますます見たくなってしまった、よかったら見に行ってください、はい、そうですね、うん、はい、
で、まあ、好きなアニメリボンの騎士、うん、はい、うん、やっぱサファイア の, あの魅力っていうのはですね、うん、っていう こう語りでは語り尽くせないでも竹本さんってやっぱ、なんだろう、どっちかっていうと少年系の役がやっぱ多いじゃないですか、はい、やっぱなんかそういう部分もあったりは、うん、リボンの騎士は影響してるかもしれない私のこの成長過程にこ の, あの根っこの部分に、うん、根っこの部分にもう実はですね、なんか竹本さん、はい、なんかプロフィールで、トランプが好きという、あのスピードって、はいはいはい、ご存知ですか、はやぶさとも言うんでしたっけ、はい、あ、俺らはスピードですか、はい、スピード、なんか2種類名前が、はい、まあ、それをね、うん、お菓子とか置いといて、はい、で勝った方が食べられるなんて、そういう遊びでよくということですね、はい、ここで野川さんからのゲストに挑戦コーナー、はい、行ってみたいと思うんですが、はい、トランプが来て、テーブルが用意されて、こちらですね、スピードコロシアムでは竹本さんと野川さんの2人でスピード対決をちょっとしていただこうと思います、はい、やりますか。スピードって言いました、あのうちのはやぶさって、はやぶさなんか名前違うね、うん、え、さくらちゃんの方スピード、スピードだった、うん、おたきさんはスピード、東京はスピード、大阪はじゃあはやぶさっていうこと、大阪はやぶさ名古屋はスピード、うん、ね、じゃあ今日は、うん、じゃあ大阪ルールに合わせて、はい、じゃあルールを教えてください。4枚パッパッパッと出して、うん、出すときにはやぶさって一緒にこう出して、うん、で数字が揃っていくものを一緒ですね、それは一緒ですね、中身的にはやっぱ一緒なんですね。では行ってみましょうか。はい、はい、じゃあはやぶさスタート。はい、4枚トン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 で、はい、はやぶさ、ああこあこあ、いきなり止まって、こうこうこうし、はやぶさ、あダメ、お早い、あここで5、4、3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 
願いします。はやぶさ、うん、あ、4、5、あ、ありましたね。あ、あ、私こんなにまだある。いやでも勝負は下駄箱までわからない、はい、せーの、やぶさ、7、8、7、さあ、さあどうだ、どこまで巻き返せるか、6、9、うん、じゃあ行きましょう、やぶさ、ファイト、さあ、ファイト、く、あ、あ、あ、今、あ、だ、勝ってしまいました。 あ、でもほら終わった、一応終わった、終わりました。引き分けですか今のは。一応スピード的には早かったので、あ、はい、うん、ダメでした、まあ、いい勝負だったということで、はい、ありがとうございました、はい、じゃあですね、うん、ちょっと本題の方に行きたいと思うんですが、はい、もう好きなアニメソングに変えちゃうぐらいの、大ガンダー、ちょっとお話をお伺いしたいと思うんですが、はい、いやで、現在ですね、まあ、主人公アキラ役で、はい、滝本さん出てらっしゃるんですが、毎週金曜日、18時から18時30分テレビ東京系6局ネットにて好評放送中ということで、うん、はい、でもなんか、まあ、俺も見てるんですけど、ありがとうございます普通にてか、なんかいつも見てて思うんですけど、アフレコスタジオにぎやかそうですよね。めちゃくちゃにぎやかです、うん、もうね、笑いが絶えないですね。テストの時もみんな笑って、うん、当てられないぐらいな、もう、うん、騒ぎになっていて、またなんか小野坂さんあたりとかが飛ばしてそうな、なんか大坂さんと千葉さんあたりがなんか、うん、もう読み通りに、読み通りです、主人公ということでどうですか、うん、でも、あ、楽しいですね、うん、ただあの全員が全員もう叫びっぱなので30分間、うん、みんな終わった後ヘロヘロになってあの声がみたいな、いい汗かいてます、いい汗かいてますちょっと決めといていただけませんかね。決めですか、うん、じゃあバトルイン、バトルインを、はい、じゃあちょっとお願いしてもよろしいですか、はい、ダイガンダーバトルイン、あー気持ちいい、ありがとうございました、ありがとうございました、普通にありがとうございました、本当に完全になんか今ファン状態になってました、ありがとうございました、ありがとうございます、はい、はい、まあ本当にね、すごい熱く熱く、はい、ね、もうでも本当になんか賑やかそうな、賑やかですよ、うん、もう本当に内容も出てる人たちのこの演技も一番熱い作品です、うんうん、そうですね、はい、はい、ということで一押しの爆笑宣言大ガンダー、ぜひぜひ皆さんもチェックしていただきたいと思います、はい、じゃあ谷本さん最後にですね、はい、あのファンの方にちょっと一言、はい、
メッセージをバシッとバシッとお願いいたします。ではここにあるこれをお借りして、はい、皆さんこの大ガンダー作品ぜひとも見てください。そして、ゲームというかですね、おもちゃがね、うん、テレビに接続すると遊べるんですよ、はいはいはい、なかなか楽しいので皆さん1体と言わず3体4体5体と今出ているんで全部揃えていただいてですね、そしてこの CD もぜひ買っていただいて、まあ、今後コロちゃんパックというのも出るそうなのでそちらの方もよろしくお願いします。そしてテレビの方はね、友達に面白いぜ、すごい面白いのやってるぜと紹介してですね、ぜひ皆さんでこう見ていってほしいなと、応援よろしくお願いします。はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。今回のゲストは滝本藤子さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ライブにイベントに展覧会と情報目白押しな特捜最前線。アニパラ特捜最前線のコーナーです、はいはい、まずはニュースをまとめてみましたのでご覧ください。どうぞ。ウォレスとグルミットなどで有名なアートマンスタジオの世界を紹介した展覧会が開催されました。セットの展示や新作の情報などその世界を満喫できるとっても楽しい展覧会でしたよ。人気アニメマホロマティックのライブイベントが先日行われました。主役の川澄彩子さんはもちろん、番組から飛び出したユニットトリオマティックも登場し、アニメ同様ハイテンションなライブに会場は大にぎわいでしたよ。杉並公会堂にて開催されたゲートキーパーズ21&フルメタルパニックの合同上映会、豪華な顔ぶれが揃い大盛り上がりのイベントだったようですね。今日から田中公園逃げ越した携帯落ちるかもしれない、そうなんです、携帯かけなんですけど、まあ、やってもらって、熱い歌を歌わせていただいているんで、今希望があるよ、夢に希望があるよ、今こそ明けよう、明日へのデート、今勇気があるよ、熱い勇気があるよ、だから笑顔で立ち上がろう、Get out my heart。 そして私野川さくらも第3のゲートキーパー立川さとか役で出演しますよ。こちらもチェックしてね。あります、3巻から登場ですね。役柄の名前は決まってるんですか？立川さとかちゃん、立川さとかちゃん。今回のですね、佐々木の目玉、うん、略してササタマ、うん、ではですね、ちょっとこんなライブをですね、紹介したいと思います。ライブですか？千葉紗衣子の野望、半蔵門のアンプラグド、こちらをちょっと紹介してみようかなと思います、はい。まあ、ドクターリンに聞いてみてや、うん、天使の尻尾などで、うん、おなじみの千葉紗衣子さんのライブ、うん、こちらはですね、5月5日にですね、東京 FM ホール、TFM ホールの方で開催されて、うん、なんとゲストに事務所の後輩でもあります、天使の尻尾のちびっこトリオが登場ということで、うん、はいはい、かなり盛り上がった様子なんですが、そのちょっとライブの模様をご覧いただきたいと思います、はい、どうぞ。I'm not afraid to die.
というわけで、まあアンプラグドライブねえさえちゃん、はい、お届けしましたが、うん、いかがだったでしょうか、はい、でしょうか、うん、なんかライブね、さくらちゃんもライブはやりたいですね、うん、もう愛の見ちゃうと本当やりたくてうずうずしてきちゃいますねはい、はい、うん、そしてそして、はい、続いてですね、まあ、前回からちょっとアニパラの方で追っていくことをちょっと発表しました、うん、トレイの UFO プリンセスワルキューレ、こちらですね、今回はですね、なんとレコーディングの方の取材に行ってまいりましたんで、はい、はい、それではそちらの方の模様をご覧ください、どうぞ。アニメパラダイスをご覧の皆さん、こんばんは、千葉さえこです。そしておたき、佐々木さん、さくらちゃん、元気ですか？千葉さえこですよはい、私千葉さえこはですね、この度7月からオンエアになります、UFO プリンセスワルキューレにて、アキナちゃんという女の子で、出演することになりました。アキナちゃんはですね、コスプレコンプレックスのマリアちゃんに続いてニコさんの格好をする、とても元気元気な女の子でございます、それでですね、そちらのワルキューレのエンディングテーマをなんと千葉さやこを含め4人の声優さんで歌うことになりましてですね、可愛らしくてとても元気の出る曲になっておりますので、そちらも聴いていただければと思います。よろしくお願いします。以上、千葉さやこでした。またね、バイバイ。今宵も最新コミックランキングをいち早く紹介。君の知っている作品はランクインしているかな？僕らはもっと強くなる。今風の中で未来に立ち向かうとき生まれてくエナジー。僕らはもっと優しくなる。今風の中で本当の勇気だけが。続いてはトラツーのコーナーです。はい、はい、それでは早速お便りをいただいておりますので紹介したいと思います。ありがとうございます。こちら群馬県にお住まいのフラット3さんからのお便りですね、はい、ありがとうございます。毎回楽しく見てます。トラツーのコーナーはソムリエ店長とミュウちゃんの息が合っていて面白くてお気に入りです。これからも期待してますよというお便りですね。ありがとうございます。結構このコーナーですからね、うん、普通にあのやっぱ見て、うん、この漫画面白そうだなって思えるし、ね、読んでみたいなって思いますね、うん、ミュウちゃんとの、うん、いや面白いし、はい、はい、それでは早速、うん、はい、それでは早速お呼びしちゃいましょうかね、うん、ミュウちゃんよろしくね。池袋店へようこそ。今日もコミックに関するホットな情報を私松木美優がお届けいたします。まずは虎の穴さんのホットな情報をお届けいたします。ソムリエ店長、はい、今日の目玉情報は何でしょう？目玉情報は、怖いよ、はい、とうとうですね、通信販売部でポイント実施されます。今までは通販ではちょっとポイントがたまらなかったものがとうとうポイント制導入ということで、はい、ますます通販の方もぜひぜひご覧いただければ。そうですよ、そうですよね、あのお店まで来れない人も多いかと思いますので、そうですね、シールがあってですね、それを集めると、集めるとこういう、こうだ、逆さだおお、これはまた、これはポイントでした、もらえないんですよね。本当集めないともらえない、はい、ちょっと豪華な本なども差し上げておりますので、ね、ぜひぜひ通販の方もご利用ください。ということで、今日もですね、いつものように私松木美優がガーン、ポップにして、店内に飾っていただきたいと思いますので、はい、では早速、書かせていただきます。このポップは虎の穴さん池袋店の店内に飾っていただいておりますので、ぜひぜひ皆さん見に来てくださいね。それではおなじみのコミックランキングです。まずは第5位、はい、こちら原哲夫先生の蒼天の剣第3巻になります。はい、こちらはもしや、ね、そうなんですよ、そうなんですね、北斗の剣の流れを組む、組む、はい、はい、熱い熱い熱い漫画です
天井まで熱くなってる、はい、怖いよ、今回の第5位は蒼天の剣第3巻でした。続いて第4位、竹下健次郎先生のハッピーワールド第3巻になります。はい、こちらの作品はなんとすでに、はい、OVA 化が決定しているということで、決定してるんですよ。はい、はい、どういったなんかすごい可愛らしい表紙なんですが、どういった内容になるんですか。不幸な、不幸な、恵まれない、恵まれない、はい、主人公のもとに、はい、女の子、女の子、天使なんですけどね、天使が舞い降りたという感じで、はい、なかなかちょっとファンタジーな、ファンタジーな、ちょっと気になる内容でございますので、はい、ぜひぜひ皆さんチェックしてみてください。ということで今回の第4位はハッピーワールド第3巻でした。そして第3位、堂高茂先生の全日本妹選手権第2巻です。何それ力が入るんですか。いや、はい、お兄ちゃんとして当然です。あ、お兄ちゃんですか。はい、奇遇ですね、私は妹なんですよ。妹ですか、はい、なんとじゃあ出れますね。出て何するんだろう。頑張ってください。頑張ってきます。全日本妹選手権、第2巻が今回の3位でした。そして第2位は、はい、倉上敦先生のギャル巻第4巻です。あ、また力が入っておりますが、はい、ギャル巻ということはギャルギャルな話なんですか。そうなんですよ。お、女性ばっかりのゲーム会社にひょんなことから働くことになった男の子が、まさにまさにハーレムラブコム、わーわーいって感じで、はい、ということで羨ましいな、羨ましいお話になっているんですね、きっときっと、はい、今回の第2位はギャル巻第4巻でした。そして堂々の第1位は、こちら野中英二先生の先駆けクロマティ高校第4巻です。今日は力が入ってますね、はい、兄貴な世界が、兄貴、熱い、本当ですか、はい、本当です、はい、そんな兄貴ワールドでちょっと笑いたい方はぜひぜひこちらを手に取って見てみてください。ということで今回のダオドーの第1位は先駆けクロマティ高校第4巻でした。今回のおすすめはウオナテレピン先生のシスコレ。はい、ソムリエ店長の今日のおすすめシスコレ、はい、はい、どういった内容なんですか。この表紙の姉妹が、はい、もうコスプレ三昧コスプレ三昧、店長がコスプレは好きですか。やってます、嘘ですけど、はいはい、はい、ということで、お姉ちゃん好きコスプレ好きの方はぜひぜひチェックしてくださいということで、はい、店長のおすすめコーナーでした。店長今日もありがとうございました。こちらこそ、また次回もどうぞよろしくお願いいたします、はい、というわけでトラ2のお時間でした。ここで松木美優からのお知らせです。5月27日からオープンしましたアニメや声優の総合サイトアニスタというものがあるんですけれども、こちらムービー満載、情報満載でとても楽しいサイトになっております。実はここでですね、インターネットラジオが始まっておりまして、野川さくらさん、福井ゆかりちゃん、そしてなんと私松木美優も番組を持たせていただいております。もう寄りすぎカメラ笑い満載の楽しい番組にしていきたいと思っているので、皆さんぜひぜひ遊びに来てください。アニスタ絶対チェックです。いつもはちゃめちゃに頑張っているパドゥブー、でも本当にこんなんで魔女っ子になれるのかな。田中良樹スペシャル、映画アルスラン戦記、数多くのヒット作を生み出してきた田中良樹原作の劇場版がキッズステーションで放送決定。そして映画アルスラン戦記2、異世界の王国を舞台に異教徒の侵略により壊滅してしまったパルス王国復興のため立ち上がるアルスラン、田中良樹スペシャル、放送日はこちら、お見逃しなく。未来の星から来た黄色、その気になれ。
ということでアニパラシアターのお時間ですが、ここでおはがきを1枚、東京都ペンネームニルスの不思議な旅さん、足袋の旅、ありがとうございます。佐々木さん、さくらちゃん、こんばんは。楽しく見ています。アイウィッシュに続けて始まった魔法遊戯、面白いっす。徳永愛さんの声はパドゥドゥによく合ってると思いました。今後ゲストとかで呼んでほしいです。では今後も期待してます。徳永愛ちゃん、アイドルマニアですからね、なんかそんな話ですごい濃い話とか出てきそうな感じですが、まあ時期にきっとゲストに来ることでしょう。その日をお楽しみにということで、今日は魔法遊戯をご覧ください。何事？ズッキーニ。ブリル様、ノノノンでございます。いじめっ子、ノノノンが現れました。ブスで豊島のノノノンで、うわ、誰がブスで豊島だって。ノノノン、最近見ないから死んだかと思ってよ。そりゃお互い様だろう。何か用かしら。休校を温めたいというのなら後にしてくれなくて。世界を支配するというのもなかなか忙しいのよ。そんなに忙しいんなら俺がその仕事から解放してやるよ。そして私の後釜に座るつもり？10年前の恨みを晴らそうって。女王なんて興味ないね。興味があるのはお前の首だけさ。私の首？まだまだあげるわけにはいかなくてよ。いや、もらう。ズッキーニ、ズッキーニかっこかわり。良いこと？ノノノをやっつけておしまい。このおちょこちょいでのろまなズッキーニがでございますか？私の命令が聞けなくて？とんでもございません。このズッキーニ、命に変えましてもノノノをやっつけます。欲しいの怖いんじゃないか。こっちゃぼーい。おじいちゃん、今行くよ。ズッキーニ、誰のカートに死んでいいぜって。
死ぬかと思った。うん、いじめっ子のののん、お前の、お前の、なんだよ。お前様のですね、お命を、もしよろしければいただければと、まあかように思いまして。いただけない。やっぱり。くだらん部下を持つとプリルも苦労するな。何か私の噂を知って。しまいましたね。そうですよね。ここを抜けなければ次の町へ行けない。にもかかわらず抜けることができないと言われる忌まわしい場所へ。すごい、何でも売ってるみたい。どこまで続いてるのかしら。永遠商店街ですから永遠に続いてますわ。どうやって抜けるの？あ、ピピンさん。いいんだよ。売ってないものがない永遠商店街だから、ここには欲しいものが売っているんです。自分が欲しいと思うものが必ず。そうなんだ。美味しそうに人参食べてたから。人参はいいの、今日こそ勝負よ。花丸かけてきっちりやろうじゃないの。花丸はいいの。花丸だよ、新鮮な花丸。花丸、おじさん、花丸ちょうだい。私が先ですわ。にもください。なかなかいいところじゃない。キャベツ、シャキシャキのキャベツ。あの方のことは放っておきましょう。あつぶし、あつぶしはいらんかね。お前ら何やってくれ。おらこんにわん。飾る気やらんかね。豪華な商品がいっぱいだよ。